俺とまふまふこう順番に、なんだろう、こう A さんが来たとすると、最初に俺に話して次にまふまふにつながるっていうシステムだったんですよ。別々で、で同室で同じ部屋でやると、そのお互いの声がお互いのマイクに入っちゃうから、別室でやったんだよね、今日ね。だからそっちの感じがどんな感じなのか全然わかんなくて、最後まで分かんなかった。いや、僕はね、予想ついたよ、それあれさん。どうだった？いや、だってさ、今までさ、もう何回も握手会とかやってきたじゃん。そうですね。あれでしょ、相手の目を見ないで、そのまま、ああ、来てくいや、れでてありがとうもございま相す。手の目がどこなのか分かんなかった。カメラを見相れば手いいののか目な。は、カメラのレンズのとこです。ああ、カメラのレンズは見そう。てなかったわ、確かに。だから、それさ、ね、ああ、ありがとうございます。いや、今日どっから来たん俺でマすジか？でこのまんま、今と一緒。こんにちはっ今よて。りもコミュ障でしょ。いやいやい今や。よりもコミュ障で。だって普通いだっつたもと思っ思うよ、てる多もん。分。なんかめちゃくちゃコミュ障じゃん。いやいやいや。マジで多分いつも通りだったと思います、私は。どっから来て。アルバムの曲、アルバム聴いてくれましたか？あ、聴きました。あ、ありがとうございます。これからもたくさん聴いてください。本当に。じゃあ次の方どうぞ。いや、まあ向こうが何も喋ることなさそうな時はそんな感じですね。なんかめちゃくちゃ緊張してる人みたいな。やっぱり人によってはさ、まふまふとだけ喋りたいから、お前との時間早く終われよっていう感じの人もさ、いるわいけじゃなん。いです。ほぼいないよ。いやいやい今まで数年で2、3人いたからどうかぐらいの。や そういう時はちょっとその時は、ね。横で、ニコニコしながら見てる。見てる、もう眺めてた。そう、ニコニコしながら、なんか、いいことだねっていう感じの顔をして見てる。なんか覚えてる会話ある？覚えてる会話？これまでの全ての、僕らの活動内の全てのリリーベでってこと？今回だけ？まあ全てでもいいよ。全て。そうだな。覚えてない。いっぱいあるけど。でもさ、大体さ、特段、そこでもめちゃくちゃ面白い話が繰り広げられるとかいう時間もなくないですか？まあそうなのよね、結構。短いんだよね。挨拶して、よろしくお願いしますの時点でもう10秒ぐらい経ってて、こんにちは、ありがとうございます。30秒、30秒だったのね。で、俺覚えてるのがあるんだけど、まあ、内容っていうより、挨拶を渡す時点で10秒ぐらい経ってて、報告したいことがあるんですかの時点で、15秒ぐらい過ぎてたの、もう、そこの時点で。で、多分報告の2割ぐらいのところで話を終わって、そのままいなくなってった。よくないよな、あのシステムな。よくないですよね。しょうがないけどさ、説明していいですかの時点で半分以上時間経ってたから、絶対そうなるだろうなって思ったけど、あ、お願いしますって言っちゃった、俺は。だって聞きたくないとは言えないじゃん。そういうのいいんでとか言えないじゃん。いや、そういうのいいねってやばいでしょ。そ塩対応とかじゃなく 拒絶なんだよな う。 そう。じゃあ、一旦お疲れ様でした、皆様。お疲れ様でした。はありがとうごい。ざいました、佐々木さん。じゃあ、おやすみなさーい。